こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの生きがいの創造という一冊になります。2000年頃の、本なんですが、今読んでもとてもいい本だと思います。これはこのサブタイトル、今サブタイトルにもありますが、生まれ変わりについて書かれていることなんですが、生まれ変わりあるのかないのかというのはもちろんながら、この生まれ変わりというものを信じる方が、生きるのに都合がいいので信じた方がいいんじゃないというようなことが、言いたいのではないかなと僕は、理解しています。で、確かにこの生まれ変わりということを前提に来た方がどうやら得なようなので、信じてみたらどうなんだろうか、採用するという考えでしょうかね、がいいかと思いました。で、これはどういうことが書かれているかと言いますと、例えば生まれ変わりを信じていて、実際死んでみて、死んだ後に生まれ変わりがあるのかないのか、生まれ変わりがないと信じていて、死んだ後に生まれ変わりがあるのかないのかというそのバージョンで、4つのパターンを考えてみて、実際その得か損かっていうものを考えた時に、やはり生まれ変わりを信じた方が得だよというようなことが書かれていましたので、もっと詳しくそういう内容を知りたい方はぜひ読んでみてください。読み物としても非常に、面白いと思います。以上です。